明治ほほえみ楽楽キューブ、とっても簡単ミルク作り。明治ほほえみ楽楽キューブは、明治ほほえみを優しく固めて、いつでもどこでも誰でも簡単に調乳できるキューブタイプの粉ミルクです。明治ほほえみ楽楽キューブの使い方をご紹介します。ミルクを作る前に必ず石鹸などで手をきれいに洗います。哺乳瓶、乳首入れ、瓶バサミ、専用ブラシを用意します。器具は専用ブラシでよく洗い、消毒して使いましょう。煮沸消毒をする場合は、器具が隠れる程度に水を入れ、沸騰してから5から10分ほど煮沸します。他に蒸気や薬品につけて消毒する方法もあります。今回は 120ml 分のミルクを作っていきます。楽楽キューブ1個で 40ml 分のミルクができるので、 120ml 分作る場合はキューブ3個です。粉タイプなら専用スプーンですりきり6杯ですが、キューブなら入れた個数を数えるだけなので、とっても簡単です。赤い点線の開封口を手で切ります。余分なキューブが入らないように4個目を指で押さえて入れましょう。手に触れることがないので衛生的にも安心です。ミルクを作るときは、一度沸騰させた70度以上のお湯で調乳します。お湯を出来上がりの3分の2くらいまで入れていきます。哺乳瓶が熱くなるので、やけどには十分気をつけましょう。哺乳瓶に乳首をセットしてカバーをつけます。円を描くように振るとキューブが素早く簡単に溶けていきます。さらにお湯または湯冷ましを出来上がりの量まで足し、泡の下を目盛りに合わせます。乳首とキャップをつけて軽く振ります。これでミルクが出来上がりました。水に浸すなどしてミルクを冷ましましょう。赤ちゃんに飲ませる前に必ず温度を確かめましょう。温度を確かめるときは腕の内側に当てる、または 2,3 滴垂らしてみます。ほのかに温かいと感じる体温くらいの温度が適温です。最後、赤ちゃんにミルクをあげる前に乳首を少しだけ緩めて空気が入るようにしておきましょう。これで準備 OK です。ミルクはその都度1回分ずつ作ります。調乳後2時間以内に飲ませてください。飲み残したミルクは飲ませないようにしてください。残ったキューブは異物が入らないように袋の上の部分を2回折り曲げ、クリップなどで留めて保管します。湿気を避け、乾燥した涼しい清潔な場所に保管しましょう。個包装なので保管しやすく、とっても便利です。開封後は1週間以内にお使いください。